熊川電気株式会社は大正から昭和戦前期にかけて存在した日本の電力会社である九州電力総配電管内にかつて存在した事業者の一つ熊本県人吉市にあった電力会社で熊本県南部を中心に供給した開業は1913年開業時の社名は人吉水力電気株式会社で 熊川水力電機株式会社を経て1920年から熊川電機と称した。1940年、親会社の熊本電機に合併された。1891年7月、熊本市で熊本電灯が開業した。同社は九州最初の電気事業者である。ところが、この熊本電灯は、経営不振と金融恐慌によって破綻してしまい、1902年に、 再建者であった安田屋経営の第9銀行に事業が引き取られ、熊本伝統書となった。その後1909年になって、安田家と旧熊本藩主、細川公爵家の共同出資によって、熊本電機株式会社が発足、熊本伝統書の事業を引き継いだ。安田家により、熊本伝統書が起こされた際、所長兼主任技士として、その再建を任されたのが技師、技士。 万内トラジである。万内は、熊本伝統所が1904年に、株式会社組織となると社長に就任し、熊本電機でも支配人県議市長を務めたが、水力発電所建設をめぐる社内の紛糾を機に、熊本電機から退いた。その後は、熊本県南部、熊川沿いの熊国人吉町にて、電力会社の設立に関与する。そして1912年7月に、 人吉水力電気株式会社が発足すると、坂内はその初代社長となった。設立時の人吉水力電気の資本金は10万円であった。人吉水力電気は、熊川支流の胸側に、出力1 0 3キロワットの小規模水力発電所を建設、人吉町他に村を供給区域として1913年11月に開業した。その後熊群内で、 供給区域を拡大し、1918年7月実態に合わせ熊川水力電機へと解消。1919年には電灯数が1万灯に達し、需要増加に応じて出力 45kW のガス力発電所も新設した。1920年5月、マサキ電機株式会社を合併し、同時に熊川水力電機から熊川電機へと解消した。以後、 1926年にかけて以下の電力会社を次々と合併していった。相次ぐ合併により、電灯数は1925年に4万9000となり、さらに翌年の都の上電機の合併で一挙に12万7000へと拡大した。1927年に都の上市域は市営電気事業に移行したものの、市営事業の電源はすべて熊川電機からの、 自伝によった。また電力供給は、従来供給区域が山間部のため上規模であったが、これも都の常電機の合併で2000馬力台へと拡大している。1926年9月、初めての大型発電所として、出力2 0 0 0ットの白水滝発電所が完成。翌年9月にも、同じ熊川水系にて、出力1 9 2 0ットの新橋発電所が、 運転を開始した。熊本電機がい4代社長、上田万平1927年9月、熊本電機では社長に元内務官僚の上田万平が就任。上田の就任以降、熊本電機は積極経営を推進して、周辺事業者の統合を進め始める。一方、熊川電機では1928年5月に番内トラジが社長から退任し、 副社長から昇格した黒岩常平に変わった。翌1929年、熊本電機と熊川電機の間で業務提携が成立し、2月に熊本電機が熊川電機株式の4割余りを274万5千円で買収して参加に収めた。これに伴い同年4月に経営陣が交代し、上田が社長に就任した。 なお、上田市巨後の1935年11月からは、熊本電機専務の中島ためよしが社長となっている。1930年4月、熊川電機は、長崎県の津島伝統株式会社から事業を譲り受けた。同社は、津島の下阿賀田郡取地村の事業者で、同村を供給区域として1922年に開業していた。発電所建設については、 熊本電気の参加となって以降、1935年に熊川水系にて田ム開発電所が完成したのみで、他には行われていない。供給成績は1938年10月末時点で、電灯数169,976灯、販売電力1 3 7 6キロワットであった。九百三十年代後半以後、日中戦争下で、 電力管理法施行や日本発送電設立など、国主導の電気事業再編が進む中、熊川電機の親会社熊本電機は、九州における民間事業者による事業再編の中心の一つとなった。すなわち、1940年2月1日、熊本電機は、三家の各社、熊川電機、鹿児島電機、武田水電の三社を合併し、 九州電気株式会社となったのである。合併時の熊川電気の資本金は1305万円。合併後、人吉には熊川電気に代わり、九州電気人吉支店が置かれた。なお、合併直前の1940年1月、熊川電気はひすみ電力株式会社の事業を譲り受けていた。同社は、都の城市、無田町の会社で、 1937年1月に設立。岸田川に出力8 0 0ットの発電所を持ち、熊川電気へ電力を供給していた。九州電気発足後、電力国家管理が進展して、日本発送電への統合強化と配電統制が推進され、1941年8月、配電統制令の施行に至る。令に基づき全国を9ブロックに分割し、 地区ごとに国策配電会社を新設して、これに既存配電事業を統合することとなった。九州地方では九州7県に沖縄県を加えた地域の配電事業を九州配電株式会社に統合する方針とされ、発足したばかりの九州電気と日本水電、九州水力電気、東方電力の4社が統合に参加する、要当局から命令を受けた。このうち九州電気は、 配電株式会社となるべき株式会社に指定され、翌1942年4月1日の九州、配電設立と同時に消滅した。1938年12月末時点における伝統電力供給区域は以下の通り、宮崎県では他に都の城市も供給区域に含まれていたが、1927年8月に地域の事業を教え上した。 1936年に、都の城市が隣接する北諸方郡を清水村、五十市村を編入すると、翌1937年5月に、当該地域の事業も、熊川電機から市に移管されている。熊川電機が運転していた、発電所は、以下の通り、県別に整理した。蒸気発電所のうち、廃止された広大、なる瀬川、瀬戸角発電所を除いた、 発電所6カ所は、九州電気から九州配電へ継承され、さらに1951年以降は、九州電力に引き継がれている。熊本県ではこれらのほか、第一ガス力発電所、第二ガス力発電所、牛深発電所という3つの内燃力発電所が存在した。1932年2月にまず、牛深発電所が廃止となり、第一、 第二ガス力発電所も1936年7月に廃止された蒸気発電所はすべて、九州電気から九州配電を経て、九州電力へ継承されている。長崎県津島では、下阿賀田郡伊豆原町にて、ガスエンジンによる内燃力発電所の伊豆原発電所が稼働していた。出力は1926年時点で75キロワット。 1939年時点では1 3 5キロワット。1939年時点における本社、営業所、出張所の所在地は以下の通り、ありがとうございます。